というわけで、バンコクのロケット愛好家の皆さん、こんにちは。さて、今回はどちらかといえば、補足的な内容となりますが、次世代ロケット燃料として期待されているメタンについて取り上げます。前回のロケット燃料についての解説はかなりざっくりとしたものだったので、その補足も兼ね、今回はケロシンとメタンの比較を通じて、もう少し細かく見ていこうと思います。メタンは、一つの炭素原子の周りに、四つの水素原子がくっついた、炭化水素としては、最も単純な分子であり、天然ガスの 90% 以上を占める主成分として、広く用いられています。天然ガスは、都市ガスとして、ガス管の通じる都市部にて用いられ、都市ガスで暮らす人々のキッチンや風呂で日常的に使われているものになります。また、近年は、比較的環境に優しい燃料として、火力発電所の燃料としてもよく用いられています。一方で、天然ガスは、ガス管がなければ輸送は難しく、日本への輸入では、マイナス162度以下まで冷却して液化した、液化天然ガスを LNG 船に搭載して輸送しています。天然ガスは、これまで、車や船などの燃料としては、あまり使われてきませんでした。燃料として、十分な質量の天然ガスを積むためには、超高圧にガスを圧縮するか、液化天然ガスを使うしかなく、日常的な乗り物の燃料としては、あまりにも扱いが難しいからです。近年は、天然ガスで動く車や船なども登場してきてはいますが、結局排ガスが出ることもあり、電気や水素に比べると、いまいち注目度が低いと言わざるを得ないでしょう。しかし、ロケットの燃料としてメタンを使うことを考えた場合、メタンの扱いづらさは、あまり大きな意味を持ちません。ロケットの酸化剤では、どのみち183度以下の極低温の液体酸素を扱いますし、マイナス162度の液化天然ガスと大差はありません。液体水素に至っては、マイナス253からマイナス260度という、比べ物にならないほどの低い温度管理を要請され、それに比べれば、液体酸素や液化メタンはまだ簡単です。ロケット燃料としての液化メタンの特性は、簡単にまとめてしまうと、ちょっとだけ、ケロシンより性能のいい、極低温液体燃料というところになります。まず、性能面について見てみましょう。メタンもケロシンも炭化水素ですが、ケロシンの分子は、およそ、炭素原子と水素原子の比が、1対2のような分子からなっており、炭素が、メタンのほぼ2倍含まれています。メタンは、炭素が少なく水素が多いため、燃焼した際の排ガスの平均分子量も小さく、ケロシンよりも、およそ5から10% 程度は、高い出水力が見込めます。排ガスの分子量の大きさや排ガス温度が出水力に与える影響については、ロケット工学第2回をぜひご覧ください。一方で、メタンは、安定性の高い水素炭素結合からなる分子のため、燃焼時の発熱量は小さく、排ガスの分子量が小さい割には、そこまで高い出水力が見込めるわけではなかったりします。単純に、出水力の高い炭化水素燃料としては、プロピレン、シンチン、ナフチルといった、エネルギー密度の高いその他の炭化水素も検討、利用されています。しかし、メタンの発熱量が小さいということは、エンジン冷却が楽でもあるということであり、再利用したい場合などにはありがたい特性です。また、メタンは、排ガスも比較的クリーンです。メタンは炭素含有量が少ないので、燃料を多めとして燃料リッチで燃焼させた場合でも、完全燃料による質の発生は、ケロシンより大幅に減ります。燃焼室において、質の発生が少ないというのも、エンジンの配管への負荷を下げる効果があり、やはり、再利用したい場合には、ありがたい特性となります。よく見ると、燃焼室から出てしばらくすると、普通の炎のように質を出して明るく燃え出すのですが、これは、エンジンの外で発生している事象で、エンジン内部の燃焼はクリーンです。性能面に目を戻すと、前回説明した通り、ロケット燃料では、密度も重要になります。メタンの密度は、液体酸素と合わせて考えた場合、およそ 0.86g/ml であり、ケロシンに比べて、20% ほど密度が低いものとなっています。ケロシンの3分の1ほどの密度しかない液体水素に比べればだいぶマシですが、それでも密度の低さは燃料タンクの大型化と構造比の悪化につながるので、性能面ではマイナスです。出水力を若干向上させることと合わせて考えると、メタンのロケット燃料としての性能は、総合的にはケロシンとほぼ同じか、少しだけいいという具合でしょう。一方で、メタンの他の特徴として、最初に述べたような極低温性があり、これは運用面で、いくらかの難しさがありますが、ロケット設計において、便益ももたらします。まず、液化した時の温度が、酸素と20度ほどしか変わらないために、
ロケット内での温度管理が楽になります。ケロシンは液体酸素の温度では凍ってしまうので、ケロシン燃料タンクと液体酸素燃料タンクの間には断熱が必要になりますが、メタンでは断熱材を挟まず共通隔壁が使えます。またごく低温燃料が容易に蒸発する性質を利用して、燃料タンクの加圧システムを自己加圧式のシンプルなものにすることも可能です。一般に液体ロケットの燃料タンクはヘリウムガスなどで満たされることで、大気圧の数倍に加圧され、この圧力が燃料をエンジンのポンプへ送る手助けをしています。ヘリウム加圧ではヘリウムの超高圧タンクなどを燃料タンクとは別にロケットに搭載する必要がありますが、自己加圧ではこれらのシステムは必要なくなります。こうしたことから、液化メタンはロケットの構造をいくらか単純化することが可能であり、結果的にロケットの軽量化と性能にも貢献するものとなっています。以上のようにメタンは性能的にはケロシンよりわずかに優れており、ロケット設計や運用ではいくつか大きな違いが出てくる燃料となっています。こうした特性を考えると、メタンを使ったロケットがすでにあってもおかしくはないのですが、実際にメタンロケットが現実味を帯びてきたのはかなり最近になってきてからのことです。これは主には歴史的な要因によるものとなっています。まずメタンを主成分とする天然ガスの入手性の問題がありました。スプートニク1号が宇宙を飛んだのが1957年、アポロ11号が月に着陸したのが1969年ですが、その頃の液化天然ガスは石油に対して全くコスト面ではかないませんでした。アメリカが注力した液体水素も高価な燃料でしたが、液体水素は止水力が非常に高いという特性があります。一方で昔の液体メタンは高価であり、基礎研究は行われていたものの、ケロシンと性能的には大きな違いはないことを考えれば、実用面で採用する理由はありませんでした。しかし時代が進んで液化技術が発展し、液化天然ガスも安価に手に入るようになってきました。天然ガスは元より安く、問題は液化技術でした。特にここ10年ほどのアメリカにおけるエネルギーあたりの価格を見ると、天然ガスは原油の4分の1ほどとなっています。今では液化と輸送コスト、さらにメタンを高純度に分離するための費用などを含めても、ロケット用ケロシンに十分対抗できる値段となっています。またアラスカ産の天然ガスはメタンが 99.8% と高純度であり、このガスはそのまま利用できる安いロケット推進剤となります。となるとコスト的に優れたメタン燃料のロケットが出てきてもいい気がするのですが、他にも技術的な課題もあったりしました。実はメタンは燃焼特性がケロシンなどとはかなり異なり、特に燃焼速度が遅いという性質があります。ガソリンのオクタン価でいうとハイオクが96以上くらいですが、メタンのオクタン価は130くらいあり、簡単に言えば燃やしづらい燃料となっています。車の燃料として考えると高効率のエンジンを作れたりするのですが、ロケットエンジンでは事情が異なりました。ロケットエンジンの燃焼室では燃料と酸化剤は超高速で流れているため、燃えにくいメタンを燃焼室内できちんと燃焼させるのは少々難しいらしいのです。ただロケットエンジンの燃焼室内の流れは高速とはいえ超音速とまではいかないので、解決困難な課題というわけでもなかったようです。ソ連は1980年代にメタンロケットを設計試作しており、日本も2000年代後半にメタンロケットエンジンを試作し実験を行っています。とはいえメタンエンジンの開発ではケロシンエンジンの知見を流用して簡単に開発するというようなことはできなかったのであろうと予想されます。結局のところメタンロケットの登場が最近になったのは、メタンが燃料として有望になったのが最近のことで、そして技術開発にもある程度の時間が必要だということのようです。メタンロケットはアメリカ、中国、日本などの企業らが開発してますが、どれも新興企業がほぼ一からロケットエンジンを開発しているというのも、こうした歴史的背景と無関係ではないでしょう。このあたり、メタンロケットの歴史については、投稿者があまり確かな文献や記述を確保できなかったので、いくらか推測が含まれてますが、ご了承ください。ということで、主にコスト面の点で、近年競争力がついてきた液体メタンですが、他にも最近になってから注目され始めた特性があります。先に述べたように、メタンの排気が綺麗だったり燃焼温度が低かったりで、エンジンへの負担は小さいことは、エンジンの再利用を行うならば強みになります。そして、メタンには
将来的に地球以外、特に火星において生産ができるかもしれないという大きな可能性があります。スペース X がスターシップの燃料にメタンを採用したのはこちらの理由が主になっています。ロケットが地球からどこへ行くにしても膨大な燃料を必要とする大きな理由として、宇宙では燃料補給ができないという問題があります。デルタ V と構造比のグラフを見直してみれば、デルタ V の増量に対し必要な燃料の量は指数関数的に増えていくことが化学ロケットのデルタ V の限界の理由となっています。この問題の解決の方法として一つ考えられているのが、燃料を宇宙のどこかで調達するという手法であり、火星でメタンと酸素を調達したいのがスペース X の計画です。宇宙での採集が考えられている燃料としては、水を電気分解すれば得られる水素と酸素がありますが、火星ではこれに加えて大気中の二酸化炭素を利用してメタンを生成できます。二酸化炭素と水素を高温高圧化に置き、触媒を用いることでメタンと水を生成するサバティエ反応と呼ばれる化学反応を利用することが想定されています。火星の大気中の二酸化炭素、そして地下にあると考えられている水、これに電気分解とサバティエ反応を使えば酸素、メタン、そして水を無駄なく利用することができるようになります。現地生産という点では水素もいいのですが、液体水素は地球上でさえ扱いづらいので、宇宙や火星での扱いはさらなる困難が予想されます。将来的に火星で使う燃料としてはメタンが最もいいとスペース X とイーロン・マスクはそのように考えているようです。現時点でメタンロケットエンジンとしてはアメリカではスペース X のラプター、ブルーオリジンのビーイオン、レレティビティスペースのイオン1が開発中であり、中国でも新興ベンチャーが積極的に取り組み、ランドスペース、アイスペース、リンクスペースおよび九州運船が開発中です。また日本のインターステラテクノロジズが次世代のゼロロケットの燃料としてメタンを採用、欧州でもプロメテウスというエンジン開発が進められています。今のところ2021年中の軌道打ち上げが予定されているメタンロケットはスペース X のスターシップ、ランドスペースのスザク2号、レレティビティのテラン1です。どこが一番早く成功するか楽しみですね。さてこのあたりでロケット工学解説は一段落です。事前知識を詰め込んだので、今後は細かな用語解説は省略して情報や数字やらを遠慮なく詰め込んでいこうと思います。一旦夏休みに入りますが、次回からはまた新型ロケット解説に戻るとして ULA のロケットについて取り上げていきます。もしかすると各国主力大型ロケットのデルタ V 比較とかをやるかもしれませんが、投稿者の気分次第です。本動画シリーズでは主に近年の宇宙ロケットについて解説する予定です。チャンネル登録、フォロー、いいね、広告、高評価などをしていただくと投稿者のやる気アップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。